time 青い空の下の見事に任せ誰を反転ないわ開け この先どんな希望を持てるだろう悩んだ時は楽しい方を選べばいい Life is wonderful 自分らしくあるために踊らせて We'll be okay, we'll be happy We'll be alright Versus 現実の顔自分 versus myself I don't know that good life 自問自答何かできるという自信何もできなかったらという恐怖溢れたスプライドオフナーこの先どんな希望を持てるだろう Life is wonderful 自分らしく新たな手を出せて We'll be okay, we'll be happy We'll be alright, make a wonderful life ありがとうございます。オリジナルソングの For Now という曲でした。バレンタインデーじゃん、もうすぐ。
これ高校の時にマキを煽る時に作った歌。そう、そう、マキが、マキがチョコ渡そうとしてんだけど、うん、真っ赤になりながらずっとかわいいやってる後ろで会えるが、でクラス中が「えマキー!」ってなるっていうガチうざいよね。マキガチギレぽい。でも渡す前にもうクラス中がわわ言いすぎて、もうあっちの男の子が感づくみたいな。かわいそう。何時に出よう。夜空ライブ情報まだ出してないんですよ。インスタグラムのストーリーハイライトにライブ情報が出てます。 DM って書いてますか。ヤマト君推し。私もヤマト君めっちゃ好き。昨日からずっとコムドットしか見てない。アビコの人ですよね。柏ですよ。お疲れ様、ありがとうございます。疲れてないですけど、なんせ今起きたからね、うん、ちゃんとコメント読もう。ゆうたくん推し。あ、ゆうたくんね。みんなとなんか友達みたいな感じで話したいな。葉山康介と仲良かったです。葉山康介って誰だっけ。葉山康介、髪めっちゃ似合ってる。いやいやいや、お風呂上がりですよ。子供はゆうたくん推し。ゆうたくんね、今日は何。アレルギーないです。癖毛ですか。癖っ毛、もともと癖っ毛だし、なんか自由自在髪の毛は、うんうん、で、うん、何にもなる、まっすぐにもなるし、なんでなんだろう。でもめっちゃ癖っ毛、産毛とかもくるくる、ほら。満島ひかりさん似てない。これめっちゃコメントで来てくれるんだけど、うん、そんなことないって。あれだよ、ファーストラブだよ、うん、そ、なんでそこだけ突っかかった。散々見てなかった。そこだけめっちゃ言われるの最近。え、あ、これパーマかかってますよ。でもこれパーマかかってる。もともとパーマかかってたのを切ったから残ってるよね、うん、でも分からなくはないかも。見せて顔、似てるか。目元が似てる気がする。こんなに美人か。私でもめっちゃ言ってましたよ、リコの静岡の方の家族が。めっちゃ綺麗な顔してるねって言ってマジで。タイちゃんの顔見せたらあれっつって、イケメン、イケメン、お姉ちゃんの方がイケメンだね。なんで弟あんなブスなんだろう。でも似てるってめっちゃ言われてますけど。顔が、うん、それはない。声はわかるけど。声はわかるけど顔はない。声似てるかな。電話の声とか似てるよ。リコ。ああ似てるかも。サイダー持ってきてくんね。あ、水でいいわ。ありがとう。うん。投げて。ちゃんとここにね。いい、大丈夫。ちゃんとここにね。自分うまいみたいな、自分うまいみたいな顔しちゃって。
じゃあなんか趣味の話しようよ、みんな。アニメとか、なんか普通に、普通の21歳として話したい。春高ってやめて。今はそんな春高。映画見ること。あ、スラムダンクめっちゃ泣いた。泣かなかったんでしょ。アニメ見てないからだよ、それは。趣味筋トレです。筋トレ最近してないね。アニメはジョジョ見てます。あ、ジョジョ私も見てる。今ね、3期のあの3期のあのさ、髪の毛のさ、スタンドとか出てくるとこ、髪の毛のスタンドのとか、あの東方丈介のところお菓子とか作るの、チョコケーキとかよく作ってた。ババローとかママの手伝いとかしてるのしながら、こういちくん、あ、そう、こういちくんとこ今アニメ配給好き。配給なんてもうとっくに見たよ。スパバン、ドラゴンボールが好きです。あ、まあ無難にね。どうしたら友達になれますか。もう友達ですよ。もう話してるもん、趣味の話しちゃってんだから。一緒にヒロアカおもろいね。クソでかめっちゃかっちゃんって言われるんだよね。あ、見てないのか。かっちゃんの言葉ってなんだっけ。てめえぶち殺す、クソでかこんな感じなんだよ。本家知らんけど。あ、息子はワンピース好き。まあワンピースは無難にね、めっちゃ好きだよね。ルフィ目指してる。めっちゃルフィっぽいよね、行動。将来の夢ルフィだもん。ちゃんってね、あのツンデレ具合がめっちゃいいんだよ。あ、ブルーロックやばい。ブルーロックやばいよね。ブルーロック9話ぐらいしかないから、みんな今日1日で。ブルーロック、あのブルーロックの良さを私が捉えた私の意見で判断すると、そのサッカーがどうのこうのとかじゃなくて、そのやっぱ何かを得るためには何かを失わなきゃいけなかったりだとか、その夢をつかむために捨てなきゃいけない友情関係だったりとか、そのやっぱり人間には捨てきれないところがあるじゃん。人ってすごい優しいから。でもその何か特別なものを得るためには、やっぱり自分の何かを覚醒させなきゃいけないし、何かを捨てなきゃいけないんだなっていうのを本当に心から考えさせられる。本当になんかもう本当になんか毎回吸い込まれる、ブルーロック。やばい、ブルーロックやばい。何話まである？9話ぐらいまでしかないし、まだ16話。え、まあ16話しかないじゃん。うん、今日は、今日から私はね、まあ、ジョジョは安定に見続けるんだけど、不滅の2期を 見始めようかな。ブルーロックすげえ深い、やっぱり。ということでね、私はちょっとお出かけに行ってきます。いつも何でアニメ見てる？東京グルメめっちゃいいよね。いつもなんで。最近映画何見た？映画はスラムダンク。ということで、皆様本当にまだまだ何も実力もなければ何もないですが、次の髪型はちょっと面白いよね。いつやるんだろう。来月ぐらいにやるんじゃない。スラムダンクバリ良かった。それな、もう開始3分で泣いちゃったよ。最後の最後まで泣いちゃったよ。行かないとそろそろやばいので。
ポーツ系のアニメ好きだよ。開始3分寝ないでその後寝た。一回ちょっと寝ちゃったんだよね。一回なんかね、記憶がないの。なんで？3分でりょうちんが、で泣いて、で、寝て、で途中でなんかこの荷物をお母さんが捨てようとしたところがあったじゃん、うんうん、そこでも大泣きして、うん、なんかでその後ぐらいに寝ちゃって、で最後また泣いたみたいな。ぜひのんぴよろしくお願いします。これからも皆様よろしくお願いします。うん、ありがとうございました。ぜひこれからもよろしくお願いします。バイバイ、ありがとうね、みんな。サンキューな。